え感じです。ありがとうございます。新しい歌を3曲続けます。1曲目はルアンプラバンにて。聞きたくないかい、俺がコロナにかかった時のこと2年半ぶりのアジアへの旅、ルアンプラバンでの出来事フランス風の建物が残る、ラオスの北の世界遺産、ミック・ジャガーが好きなレストラン、メコン川に沈む大きな夕日、久しぶりの喫茶店で店の人たちと再会を祝し、でも悲しいことに街中に菓子屋売り屋の看板が目立つ。ギターを弾くことは上から2番目の兄に教えてもらいました。おかげでこんなギターを弾くことになりました。嬉しいことです。そしてある日、体調不良、風邪だろうと思ってた。夕方からは寒気がして、体はだるく、頭も痛い。2日目食欲はなし、喉を通るのは水とジュースだけ。もしかしたら、もしかしたらとベッドで不安な夜を過ごす。3日目持ってた検査キット舌の奥に差し出てみたら、日本の赤い線陽性。この日が一番辛かった。それでも幸い4日目には呼吸が少し楽になり、フランスパンの一かけら食べてベッドに残る。5日目部屋で再検査、一本の赤い線陰性。ほっとため息途端にうなぎとんぶりが食べたくなった。でも本当は歩くのもやっと、食べないと人はこんなに弱るのか。その時思い出すのは友達のこと、アイスはずっとこうだったのか。の毎日が終わった朝は爽やかな青空に白い雲、そして切符一番上の兄も感染から回復も大丈夫と、軽く済んだことに感謝、丈夫な体をもらったことに感謝。2年半ぶりの
アジアへの旅、ルアンプラパンでの出来事。今日のオープニングをやってくださいました松下元秀さんです。大きな拍手を。朝から目が覚めた空は真っ青晴れて、生きててよかった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 。今日も一日もけもらう、風呂に入ってコーヒー飲んで、好きな音楽朝から聴いて、生きててよかった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 。今日も一日もうけもな、スキャットですよ。Everybody乗れるたま、今日のライブでこれだけです。今日は休みだ、何しよう、散歩に行こうか、映画見ようか、ゆっくりやろう、ゆっくりやろう、ゆっくりやろう。今日も一日楽しもう、今年もたくさん友達送った、こればっかりは仕方ない、いつかは会えるよ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 。そう思えば少しは楽になれる。セットです。ジャンプでヘルマディカモン。あのしんどさはもう嫌った、無事でよか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 った。もうけもの本当にしちゃった、ありがとう。誰かの他人もあるけれど、命があったらそれで十分だ。生きてたいのさ、生きてりゃいいのさ、生きてりゃいいのさ、行く日まで。イエーイ、ありがとうです。また後でお願いします。